いや、すごい試みでしたよ。最終的には泥仕合みたいな。本当に二人だけの呼吸で、森山さんとじゃないと絶対やれなかった。なんつうか、ものすごい熱いメール、大変だったねって言われて、そろそろ本郷に言ってんのか僕に言ってんのかよく分からない。まあどっちでもでしょうけど、なんか今号泣したとかいろいろ聞きましたね。いろんな人がこの新仮面ライダーというのを見るの、その人たちの視点でのリアクションがみんなバラバラっていうのが非常に僕は面白いなと思いながら、でもやっぱりこう上がりを見た時に、まあその庵野さんがやっぱすごくこうアクションっていうものをどういうふうにこう切り取るのか取っていくのかっていうことに対して、まあ、現場でも非常にこう悩まれてたと思うんですけど、やっぱそのなんていうか足跡みたいなものがすごくやっぱ見える流れになっているというか、いわゆるこうザ格闘アクションみたいなところからどんどんいろんな手法を悩みながら、多分時間とお金といろいろ相談しながらこう組み込んでいって、最終的には泥仕合みたいなそう、やっぱそのすごくこうそういう意味では実験的なことをやっぱこれだけの規模でやっぱりやれているっていうこと自体が僕は面白いなと思います、うん。まああとはやっぱり期待してもらってたんでしょうね。それはすごく感じます。やっぱみんながどんなものができる上がるのかみんなが待ってたし、あとはやっぱその仮面ライダーに対するそのそれぞれのイメージとかね、いろいろあるでしょうから。僕はやっぱその本を読んだ時に、その僕そこまでその仮面ライダーの 初代とかは知らないので、まあ聞けばそのじゃあ雲から始まりコウモリとかハチとかっていうその多分いたんでしょうね、その辺のオーグメントというか敵怪人が、でそれにをちゃんと踏襲して取っていったっていうようなまあ話なのだったのは後から知ったんですけど、まあ分量単純に多いなと思いつつもこれ2時間で収まるのかっていう単純な疑問は持ちつつ、でもやっぱそのそれぞれのキャラクターの役割みたいなものがすごくこう現代的に解釈されているのが僕は単純に面白くって、それは例えばまあ僕が思ったのはコロナです ね。あれは完璧にコロナのやっぱその COVID からやっぱり来てるもんだし、蜂とかも、まあ、その新社会性っていうその、まあ、蜂とかアリが持つその社会性みたいなものを今通してこう人間社会を見ようとしたりする動きもあるので、なんかやっぱそういうのをこうすごくアレンジしてるのが面白い。そしてまあ05に関してはまあハビタットって名前をメタバースっていうか、もうちょっと遡ればまあマトリックスの世界ですよね。映画のマトリックスの世界がいよいよ現実に到来してるかもしれないぐらいの現代において、あれをこういわゆる超具として使うっていうような、その物語のその立て方というかアレンジメントが単純に僕は魅力的に映ったし、そうですね、まあまず本当に結婚の段階から圧倒的な情報量が、でそれはそのどちらかというとやっぱりそのこう物語よりも全体的な物語のやっぱり情報量はすごく多かったんですけど、個々の物語の情報量があまりその描かれてない特殊な台本をいただいたので、あれこれどうやって感情を追っていくんだろうみたいなところはやっぱ最初ありましたかね。すごく実写の台本で初めて見る形でしたね。ただしやっぱ森山さん言われたように、その何をやろうとしているか、そういうものはもう明確に見えましたし、なんかこうすごいことをやろうとしてるんだっていう、その気概がやっぱり受け取って嬉しかったですね。どう肉付けしていけるのかなっていうことを考えてました、最後の方だったと思います、撮影12月でしたもんね。まさかそこから再撮が続いたっていうだけで、はい、いかがでしたか。もう多分公開してだいぶ経ってるんで、いろいろとお話ししていただけるのかなと思います。いや、すごい試みでしたよ。15から20人ぐらいだったかな、多分、みんなカメラ抱えて、とにかくみんなで周りから撮る。もう1回しかできないだろうから、1回。本当に2人だけの呼吸で、森山さんがどこでセリフ言うかもわからないし、
どんな攻撃を仕掛けてくるかもわからないし、だからもはや呼吸ができなかったんだよ、ね、いやいやそうなんですただでさえやっぱこうライダースーツでもう皮膚呼吸をできない状況で全ほんと全部なんで、でまあここもあれですし、呼吸が入っ、まあ、酸素が入ってこない体でやっぱこうランダムな泥仕合を提案されたんで、まあそれは生々しい絵にはなったけれども、僕らも分からない状況で取っ組み合ってるから、変な話、別にこっちがマウントし取ったような喋り方でも逆でもやれるもんね、はい、だからそれがもう決まり事としてどっちでもいい感じだったから、うん、どこでそれをやり始めるのかみたいなものも、うん、まあ、ある種呼吸ができてないながらの僕らの呼吸でしかやれないことだったんで、あまり喋らない方がいいかもしれないですね。のシーンに関して、まあ、ずっと伏せてきましたしね。それをなんかすごいことやりましたって言うのもやっぱちょっと違うし、ただまあ本当にもう二度とできないような凄まじいこと、そういうものが映ってるっていうだけですかね。もう裏はいろいろありましたね。なんかそれもなんか一つ提案みたいなものなんだと思うんですよね、あの3から、うん、そうですね、うんうんうん、そうですね、なんかやっぱアクション、しかもそのボスとの主人公の戦いってなった時の定型文みたいなものをどう打ち崩せるのかっていうのを彼がいろいろ試行錯誤した結果のあの提案っていうことで、変な話、まあもちろんもう庵野さんにとっては全てだし、僕らにとってもあれがもう全てでいいんだけども、なんていうか、まだこれはいろんな正解の見つけ方があるだろうなっていうのも自分の中では感じるし、素晴らしいシーンですってなんか手放しで褒めるというのも何か違う気はしますよ、ダメだとも思ってないんですけど、なんかやっぱそのアンさんよくマーベル、DC と同じお金を取ってこの作品をどう見せればいいのかみたいなことをずっと言ってて、でやっぱさ、もう本当にこういろんな選択肢、あらゆるテクノロジーを排除して最後仮面ライダーが肉体に戻るっていうのは、やっぱなんかやっぱあのこれまでの庵野作品からしてもやっぱ最も庵野さんらしい答えの出し方だったんじゃないかなっていうふうに、あと僕が思うのは多分その森山さんとじゃないと絶対やれなかったと思います。これはもうあのあんな戦い絶対にできないし、あの時間絶対にできないし、やっぱりなんかこう自分がどうバランスが崩れてもあの対面してるその取っ組み合った時の なんていうんですかね、アクションでの安心感というか、どうお互い崩れても戻ってこれるというか、それは正直普通の俳優さんじゃ、二人とも普通の俳優さんだとしたら絶対無理ですね。すごい、なんか森山さんとしかできなかったなと思いますね。そもそもすごくトレーニングをされてたのも聞いてたし、もう実際が大河も全然違ってたし、まあ、怪我されてたことは聞いてたけど、でもまあそれでも撮影が続いてるって、まあ、もちろんそういう体作りをしてるとかっていうのもあると思うんですけど、なんていうか、やっぱりその本の読み込み方とか、いわゆるその言葉だったり物語っていうものから入ってくる情報というか、そういうものから自分の体とかその表情だったり、そういうものをこうどういうふうにこう、まあ、考えてのことなのか、自然とそのそっちにこうなんていうかな、そこをこうなんていうか、そこに引っ張られていくようにその自分のキャラクターというかその本郷というものが出てくる。それはだからアクション含めそうなんですけど、なんかやっぱ そういう形でこうキャラクターだったり体が出てくる、やっぱり役者さんなのかなと僕は思ってたし、やっぱりそのやっぱなんていうのかな、信じるというか、そこにこう入っていく力がやっぱ非常に強い方だなという印象がやっぱありましたね。だからそのアクションシーンも、まあ、アドリブでも、まあ、型のある動きでも基本的にはその動きで動いてないっていうか、その、まあ、もちろんアクションなんで型はあるものはあるんですけど、だけどそこにどういうふうにこう自分の考えるというか、自分が信じるその本郷というものにこう引っ張られていくのかっていうことがすごくこう
体感として混ざり合っているイメージは持ちましたね、うん、まあでも今言ったようなそのやっぱ庵野さんがどういうアクション映画を提案したいのかっていうことをまあ庵野さんの言葉じゃなくてちょっと恐縮ですけどまあなんか踏まえた上でそれを見た時になんでこんな泥仕合が最後に来るんだよって思ったものが見え方が変わる可能性はあると思うしその提案を受けてそのじゃあもう今世界中にあるマーベルだったりのそのもう CG ガチガチのしっかりアクションガチガチのそういうこう面白さももちろん分かってる中でどういうそのアクション映画としてなんかこう提案されていくべきなのかってもうそんな何回も見てくれる人がいるんだったらそこまで考えてほしい。まあなんかねいろいろ見どころどこに目をつけたら面白いっていうのはあると思うんですけどまあ大きく誰でも、見れる一つとしてはやっぱ今回仮面ライダーですからその仮面の行方最初どう仮面がどういうふうに扱われていて最後どういう風になっていくかまあざっくり言うとやっぱりその殺戮兵器として最初に登場して、まあ、最後あの思いを伝えるものになってるんですねその辺のこう仮面がどう変化していくかっていうのはに注目して見るのは一つおすすめかなと思います。はい、ここまであの公開して見ていただいた方、何度も何度も、見てくださった方もいると聞いています。本当に、ありがとうございます。まだ、公開続いておりますので、これからもどうぞどうか応援よろしくお願いします。はい、そうですね。やっぱ50年愛され続けてきた仮面ライダーが、まあ、今回庵野さんの、まあ、視点によってまた再提案されてるっていう、まあ、今の、ね、お話にもありましたけどやっぱすごくいろんな情報がこの中に庵野さんが込めてる思いだったり情報がすごく詰まっているのであのすごく仮面ライダーって見たとしても面白いしその中に隠れてるメッセージだったりアイデアだったりをもう一度探ってみるっていうのもこれは一行だと思うので、まあ、もしご興味があったらもう一度映画館に足を運んでみてもらえればと思います。